はい、こんにちは。今日はストレスを大テーマに、我慢を失敗しないためにはどうすればいいかっていうお話をしていきます。成功に近づくためには忍耐とか自制心を高めていきましょう、忍耐力を身につけて自制心も高めていこうみたいなですね、話とかってよく言われるんですよね。で、こう目の前の小さな欲求っていうものをコツ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 我慢している人ほど成功がしやすいっていう統計データなんかも出たりしてるんですね。まあよくあるのが食べたいものを食べちゃったりとか、お酒に走ったりタバコに走ったりっていう人よりも、酒は飲みたいでもこの一杯を我慢してって言っている人の方が成功しているというところなんですが、ところがこれってその話っていうのが元あって、これを掘り下げていくと、実はですね、単純にお酒を我慢するとかご飯を食べることを我慢するとかっていうだけの話ではなかったっていうところなんですね。で、これはですね、研究がシカゴ大学で行われたところなんですけれども、欲望に勝つことだけが上手な人っていうのは、要はタバコを我慢しますとかお酒を我慢しますとかっていうのは長期の習慣を作るのがすごい失敗しがちになるんですよね。これなんでかっていうと、まあ、タバコを我慢しますがいわゆる禁煙ですよねとか禁酒をしますってなった時に、そのただ我慢するだけっていうのは、その今までやってたことっていうのがなんていうんですかね、それによるストレスが大きすぎて反応が大きくなるんですよ。だから例えば1ヶ月間タバコを禁止してましたとかお酒を禁止してましたってなって、1ヶ月1日目5人はものすごい量を飲んだりものすごい量を吸ってしまったりとかっていうので結果失敗してしまっていると。じゃあそういう、冒頭に言ったような成功に近づいているとか成功しやすい人たちって一体どうしているかっていうと、ゴール達成とか習慣を身につけていくために別の目先の喜びっていうのを生み続けている人が多いっていうのが結果出てきたんですよ。例えば有名なのでマシュマロテストっていうのがありますよね。マシュマロテストっていうのは2歳とか3歳くらい の子供を部屋の中に置いといて、で ここにマシュマロを置いとくから、次に大人が帰ってくるまでにもしマシュマロを食べずに我慢することができてたらもう1個マシュマロをあげるよって、計2個食べれるよっていう風にして、部屋を出て行って、まあ、10分とか15分後とかに帰ってきた時に、食べられてる子っていう、食べちゃってた子と食べてない子がどれくらいいたのかっていう、まあ、そういう実験があったりするんですよね。でその食べてしまった子の方が、将来的に中学生とか高校生になった時に非行に走りやすかったりとか、学業の成績が我慢できた子に比べると、まあ、低かったっていう結果が出ていますよって、まあ、そういうお話があったりするんですけど、実はこれからくりっていうか、まあ、掘り下げていった話の中に、単純にマシュマロがこう1個置いててこうじーっと、早く帰ってこないかな、マシュマロの匂いがたまらない、ふわふわしてやがるっていうのをこう目の前にしてただ我慢してただけではなくて、例えば絵を描いてみたりとか歌を歌ったりとか何か違うことをして大人が帰ってくるのを気を紛らわしながら待ってたんですよね。はい、なのでさっきやったような小芝居、しょうもない小芝居やりましたけど、マシュマロ、マシュマロってそんなんじゃ全然ないんですよ。はい、だから習慣化してその小さな我慢っていうのをコツコツするのが苦手だなっていう人は別の目先の喜びを持っておくとすごくいいですよと。例えばダイエットっていうので食事制限をするのが辛いっていう人に関してだったら、痩せた時のための服を買っておくとかですね、痩せた時にどんなこうプロポーションをしたプロポーションはどんなポーズをして写真を撮ってもらおうかしらっていうようなことを考えたりとか、あるいは仕事なら仕事辛いじゃないですか、仕事コツコツコツやってて、でも終わった後の一杯がたまらないんだよなと思ったら冷蔵庫にビールを忍ばせておくとかっていうような感じでやっていただけるといいかなと思います。まあ、ただこれはあくまで日常生活レベルの小さな目標に対してはすごく効果を発揮しやすいんですが、人生で成し遂げたい大きなもの、成し遂げたい大きなものっていうのはまた別の話になります。これはコツコツやっていって片手までできるようなものではなくて、自分の人生全てを捧げるくらいじゃないと意味がないっていう話なので、これはまたちょっと別途になります。ですから皆さんのダイエットとか運動とか仕事とか勉強とかっていう目先のことをコツコツやっていった時に我慢が必要なものがあれば、ちょっとした別の喜びっていうものを用意しておくことによって、あ、じゃあもうちょっと仕事頑張ってみようかとか、もうちょっと勉強頑張ってみようかとか、もうちょっと食事制限頑張ってみようかみたいな感じで自制心、忍耐力を高めることができます。ということで、ぜひですね、何か、自分が今チャレンジしていることでちょっとでも、我慢して、目先の喜びを何かこう変えていけるものがあれば、それをぜひ用意して、取り組んでみていただければというふうに思います。ということで本日の動画は以上と思います。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。